15歳ぐらいで人5人殺したと。人5人殺したと。で、死刑にならないで、実名報道もされないで。うん、それでまあ、ずーっと言って、20歳過ぎて普通に暮らしてると。その殺されたその親御さん、あるいはそういう関係者の人たちの気持ちっていうのは、どんなに苦痛なことか。はい、皆様ちゃん。雨の声です。今日はですね、7月の5日、東京都知事選挙の投票日です。で、まあ、8時過ぎたらもう開票されるでしょう。で、もう、早ければ今日、まあ、誰が新都知事になってるか判明するはずです。まあ、遅くても明日10人はまあ、判明しますけどね。でですね、まあ、この東京都知事選挙なんですけどもね、何年か前からもう、18歳以上から投票できるようになりました。昔はまあ20歳からだったんですけどね。もう今はもう18歳。ですね。東京都知事選挙に限りませんけどね。もうすべての選挙、18歳以上であれば、投票できますということになりました。まあ一応どうなんでしょうね。18歳って言うと大人なんでしょうかね。まあそので、まあ大人とまでは言えないのかもしれません。なぜかというとまだお酒、タバコ、まだ20歳からですからね。でですね、この18歳なんですけどもね、まあ、基本、まあ、日本には少年法というものがあります。で、この少年法では、まあ、基本その18歳、19歳、いわゆる未成年は、まあ、どんなに犯罪を犯しても、まあ、顔、写真、あるいは名前、報道されることはほぼないです。まあ、あるとしたら、まあ、そうですね、例えば、週刊文春とかで、まあ、これはもう本当に極悪だということでパーでやる。あるいはネットですよね。うん、ネットだったらもうすぐさま、18歳、てか20歳未満でも、そういった、極悪な、犯罪者の、まあ、写真なり、名前なり、バーンで出てしまうケース、まあ、あります、うん。ただ法律的にはまだ今のところは、まあ、出せないということになってます。それでですね、これは7月の2日ですね。7月の2日木曜日なんですけども、今日が5日日曜日ですからね、3日前ですか、3日前のあの、まあニュースなんですけどね、これ朝日新聞ですか。そして朝日新聞派生のライブダウンニュースということになりますけども、で、この、まあ18歳、19歳、もう重罪については、もう名前や顔、写真出そうじゃないかという、話が、まあ与党の中で、あるという話です。ちょっと読んでいきますね。重罪の18歳、起訴後の実名報道4人、与党協議で方針、与党協議なんで、自民党とあと、まあ、公明党ですか、の協議ですね、で読んでいきます、自民公明両党の少年法改正に関する実務者協議は、少年犯罪で本名や、顔写真など容疑者本人が推定される報道、スイッチ報道を禁じる規定を見直し、重大な罪を犯した18歳から19歳については起訴段階での解禁を容認する方針を固めたということです。与党方針も踏まえ、政府は法改正の具体的な検討に入るそうです。で、まあ、自民の、川上陽子元、法務大臣や、公明の、北川和夫、副代表らで作る、実務者協議は少年法改正に関する検討状況の中間報告をまとめ、それぞれの党内会議に示したということです。で、中間報告は、少年法で一律禁止とされる本人と分かるような報道について、18歳、19歳のものについては、刑事処分となって起訴された段階で解禁すると、まあ、記したそうです。で、対象となる事件の範囲は、一定の基準を設けて限定すべきかをさらに検討すると。とし、具体的な線引きについて議論を続けるということなんですけども、まあ、ものすごい、例えば人3人も4人も殺したとか、うん、そういった場合、まあ、18歳、19歳であれば、もう顔写真の名前バーンって、もう、出すことを、まあ、容認するよ、というふうな、法改正、まあ、するんじゃないかという話ですよね。まあ、この少年法、昔からですね、昔から議論されてきました。うん、まあ、二十歳未満のね、未成年でも、まあ、極悪な殺人が、うん、殺人も含めた極悪な犯罪、まあ、やってた、まあ、少年っていうのは、まあ、数多くいるんですよ。いたんですよね。まあ、今もまあ、いるんでしょうけども、うん。例えば、私たちの世代で、一番こういったその未成年の犯罪で、一番こう、印象に残ってるのはあれですよね。1989年に、まあ、あった、まあ、女子高生を拉致して、それで、部屋に監禁して、1ヶ月ぐらい監禁して、まあ、
まあいろいろ暴行を加えて結局殺して、コンクリートに詰めて、死体をコンクリートに詰めて、まあ公園に放置したっていう、いわゆる女子高生コンクリート事件というものがありました。もう1989年、今からもう31年前ですか。まあ、時の流れ早いなっていう気はしますけどね。でもその段階、あるいはその前ぐらいからもう少年法をもう変えた方がいいんじゃないかと。こういったもう重い罪を犯した、そういった未成年でも顔を出そうと。まあ名前出そうと。それでいいんじゃないかと。死刑も適用も ありえるかも。もう死刑も適用してもいいんじゃないかぐらいのね。まあそういう、なこと言った方、まあ、いると思うんですよね。いたと思うんですよね。でですね、私は基本これは賛成です。基本これは賛成です。18歳、19歳、悪いことしたらもうガーンとです。っていうよりも、もっと下げてもいいような気はしますね。15歳でも。いや、13歳でも。それは例えば13歳で3人も4人も殺した。まあそういう、まあ極悪な未成年にまず更生を求めるのは無理なような気がするんですよね。まあそれこそもう日本の、刑罰にまあ合わせれば、死刑も適用してもまあおかしくないぐらいの、まあ重罪を犯した、そういう未成年。もう、まあ死刑適用できるんであれば、もうやった方がいいと思うんですね。まあ一部では、いや待てよと、まだ若いから更生の余地があるというようなことあるかもしれませんけども、やっぱりそういった犯罪に巻き込まれた、その、あれですよね。親族の方ですよね。親族の方、身内の関係者の方の気持ちを、まあ考えると、いたたまれないんですよね。それで結局、まあ、15歳ぐらいで人5人殺したと。人5人殺したと。で、死刑にならないで、実名報道もされないで。それでまあ、スーッと言って20歳過ぎて普通に暮らしてると。その殺されたその親御さん、あるいはそういう関係者の人たちの気持ちっていうのは、どんなに苦痛なことか。まあ、ここでもね、また人権がどのこうの言う人がいますけどね。先だっての新型肺炎の時、新型肺炎、まあ、猛威を振るった最初のダイヤモンドプリンセス号ですよね。隔離するのか隔離しないのか、それでまあ、そこで人権を持ち出しましたよね、厚労省。結局その人権ギャブに負けましたけどね。私はあれは失敗だったと思ってますけども、ね。まあちょっと話しとりましたけどね。まあ人権についての話になっちまいましたけども。でまあ18歳、19歳については、まあ議論の余地はないでしょう。まあ今の冒頭でもまあ申し上げた通り、もう選挙権持ってるわけですから。18歳、19歳。もう大人の階段を登ってしまったと。登ってるところですかね。登りきる一歩手前まで来てるっていうことです。なんでね、その段階で悪いことしたら、まあそれは名前出す、顔写真出す、当たり前だと私は思います。問題はそれ以下ですよね。本当に15歳とか、13歳とかまで、これ広げるのかどうかっていうことが次の、課題になると思います。まあ話題になると思います。本当に極悪な、犯罪、人を何人も殺したとか、そういうふうな、本当に極悪な犯罪であれば私、何歳だろうが、まあ顔出して、それで、名前も報道する。ということをやっても私はいいと思います。あとね、今の私の意見に反対の意見としては、例えばさっき言ったように、更生の余地があるからそこまでする必要ないんじゃないかというふうなことを言う人もいます。あともう一つの反対は、そんなことしなくても、ネットに出るからいいんじゃないみたいな。ネットで散々、いわゆる、まあ、死刑ですね。私刑、新型肺炎の時にもありましたよね。今はあるのかな、自粛警察とか、マスク警察とか。そういった感じの、そういった死刑ですよね。私の、死刑で、それで十分、まあ、いや、もう、やられまくるから、それはそれで、そんなね、15歳、13歳で、もう名前出す必要ないんじゃないか、顔出し出す必要ないんじゃないかっていうふうな意見も、まあ、ありますけどもね。でもやっぱり、正式に、名前と顔出すっていうことは、もうそれこそ正式なものですから。正式なものですからね。ということで、まあ、これ非常に難しい問題です。まあ、異論、反論あるでしょう。まあ、ここら辺もね、ガンガン、まあ、話に詰めていってもらいたいですね。私の立場としては、18歳以上、まあ、重罰、重罪の罪を犯した、重大な罪を犯した、まあ、18歳、19歳は、まあ、名前と、あと顔写真出すっていうのは、私は賛成です。
それ以下でもやっぱりひどい、ものすごい重大な罪を犯した人間についても、うん、たとえ15歳だろうが13歳だろうが、まあ、やっぱり、名前、顔写真出すっていうのは私は賛成です。まあこれから、まあ、私が賛成したからって、成立するわけじゃないですからね。まあこれからどんどん議論を重ねていってもらいたいと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。